こみざさきです。今からね、世界一稼ぐ料理人が作るハンバーガー食べに行くんだけど、実はこの料理人の稼ぎ方が僕が普段言ってる人生攻略の方法とつながる部分があるんだよね。マジでうまいハンバーガー食べながらその料理人の稼ぎ方解説するわ。世界一稼ぐ料理人ですか？意味わかんないでしょ。全然想像がつかないです。ガチで稼いで世界トップ100の収入ランキング入ってる料理人、フレンチとかそうじゃなくてハンバーガー。確かにプライアントハリウッド世界一稼ぐ料理人トップ100じゃないんですもんね。ちゃんと不動産とか水のオーナーとか石油とか王族とか入れて世界で稼ぐトップ100に入ってる料理人、その商品が幅が食べいくよ。お願いします。食べながらちゃんとそういう方法あるのっていう驚きがあるのかな。ただ僕が飯食ってるとかじゃないし、そんな稼ぎ方しかもこれ佐古さんが普段言ってることじゃ意外とすごいこと発信してるこの人って感じにしたい。それは楽しみで、僕がなんでテンション高いかっていうとハンバーガー頑張ってるから。確かにそれ気になりますね。ハンバーガーとか言うからもっと雑いかと思ったんですよ。ゴードンラムセーバーマジで美味しいから。いくよ。さあ、バーガー来たね。食べよう。いただきます。乾杯。お疲れ様。お疲れ様です。すごいよこれ。ガクッていかないですか？うん、美味しいです。やばい。これは何バーガーなんですか？トリュフバーガー、マグロ、まあ、ラムゼーさんが何したかとお話しましょうと。ラムゼーさんは48歳の時に年収で6000万ドル、73億円、当時のレートでね。世界で最も稼ぐ有名人100人の中で21位ぐらい。歴代のシェフの中で一番稼いでしまう。やばくない？何をしたっていう話なんだけど、彼が最初にあると資産を向上させた方法があって、彼は株式投資かける料理っていうのをやった人なの。株式投資？意味わかんないじゃん。めっちゃ料理がうまかったんです。どうなるかっていうと、株を買って俺が入ればミシュランが取れて株が上がれちゃって金融と掛け合わせたってことですか？そう、ファイナンスかける料理をやったのよ、この人。どうなったかっていうと、入って俺が料理してメニュー作って全部ガーってやって料理長やったの。そしたらバーンって株価上がったの。結果的に一瞬でそのレストランは6週間待ちの料理店になった。今まで全然流行ってなかった料理店が、で6週間待ちの料理店になって株価急上昇。実は現代でもやってる人がいるのよ。それが実はヒカルさんなの。覚えてる？ヒカルさんが2年前ぐらいにやったことがあって、スニーカーめっちゃ買ったヒカルさんが。ヒカルさんって株買ってはないんだけど、自分が PR したら売れること分かってる。実はスニーカー会社の株パコン上がったの。これ見てほしいんだけど、実際のヒカルスニーカー宣伝とかで検索してみると、ロコンドっていう会社とコラボして、ロコンドの株価が一部急騰。 YouTuber ヒカルとの新作が4時間で売り上げ1億に迫る。1日で 13% 上がったんです。で 13% 上がるってことはどうなるかっていうと、例えば仮によ、ヒカルさんが社長に直談判して、ただの PR じゃなくてちゃんとガチでやるから株何パーか分けてくださいって言うじゃん。株を分けてもらった上で、あ、コーンって言って上場してる会社の株価がパーンって上がったら、もし10億円分株分けておいてもらったりとか新規発行しておいてもらったら、それだけで1日にして資産が1億増える、うん、株式の課税だから 20% これってヤバくない？ヤバいですよ。そこからどうしたかっていうと、ゴードンさんは、まあ、昔の人だから YouTube とかもないわけよ。金融かけるスキルっていうところを最初やったけど、さらにそこからやっと影響力もある。毒舌キャラで料理人が弟子を育成するみたいな企画とか、グルメ系の番組にバンバン出てる。ゴードンさん自身が、そう、ゴードンさん自身が出てって、美味しい料理を作って新作鳴らせるとか、グルメ系の企画にバンバン出てって、料理人といえばこの人みたいなブランドを確立してた。いろんなところとコラボしてたり商品とかを出してって、この人といえばこれ感じのブランドを築く。やってることって結局スキルをつける、影響力を身につける、ファイナンスと絡めたことをやる。今こうやってレストランを今26個展開してるんだけど、自分の商品を持つ、ブランドを持つ。結局資本主義を攻略しようと思ったら、人生攻略ロードマップで言ってるスキルを身につける、発信をする、で金融系はちょっと難しいので商品を作るってところを愚直にやっていくと、73億までいかなくてもある程度の結果出せるよっていうのを示してるよ。ハンバーガーというルーキーを言うと、ハンバーガーってすごく安価の商品だから、日本だって1000円いかないものがほとんどですし、2000円いかないですもんね、どんなに高くて。そう、これいくらですか？ 33.99 ドルだから、今のレートで6000円ぐらいするんじゃない。追加でチャージが取られるから、この場所だからやばい。昼とかもう行列で。面白いのが、この人って人の心をつかむのってドキュメンタリーだなってのを知ってて、最近北原さんとかがさ、怒る動画とか上げてるじゃん。怒りっていう感情がどれだけ人の心をつかむのかっていうのを理解してるから、ドキュメンタリーで怒りの料理人みたいな、わざわざやって、こんなのお客に出せるかみたいなドキュメンタリーとかをやってるんだよ。見ちゃいますもん、北原さんのサムネでこうクリックしちゃう。見ちゃうんだよね。何で怒られたんだろうって気になっちゃうんですよね。公式名称がこれ、ラムゼーの怒りの発火店っていう番組があって、発火店っていうのが厨房で料理が火をイメージするから、怒りの発火店っていう番組を作って、空調チェックしなかったこととかをめっちゃ怒って、お前のお店どこにあるんだってめっちゃバズるみたいな。
人の感情を理解させることと資本主義の攻略のセンターピンがどこにあるのか、正しいそこに対してプロダクトが良くないと絶対バズらないよねっていうところも、センターピンをちゃんと押さえるとどんなプロダクトだとしてもうまくいくよっていうのを示してくれるすごいいい存在なのよ。まあすごいおこがましいんだよ。世界21位をひよっこ若手経営者が偉そうに評論するっていう感じなんだけど、僕はただ感動してる。もう飲食業界でもいろんな戦い方があるって希望になると思う。もう知らない人の方が絶対に多いから、そもそもこのゴードン・ラムゼーバーガーっていう知らないし、せっかく海外行ってこうやってフラッと来てるから伝えたいなっていう感じなのよ。リアルだしね、その場所にいるから。これ面白くて、なんでわざわざさ海外にカメラマンを同行させるかっていうと、こういう話ができるの。今ラスベガスっていう世界でもトップクラスにお金持ちがいる場所なの。本当にお金持ちが娯楽としている場所、本当に世界で娯楽としては多分一番お金が落ちてる場所なんじゃないかなと思う。もちろんニューヨークとか金融の街って言われるか、お金持ちもっといるよ。今 WSOP っていう一番その娯楽としてのお金が動くタイミングに我らは来てる。それをもてなすための仕掛けが街のありとあらゆるところに来てるから、これはどんな人が作ってるんだろうって調べるだけでそのルーツが出てくる。だからめちゃくちゃ勉強になる。それを分析して視聴者に話していくだけで、うわこんな稼ぎ方があるの。さっきもさやばかったじゃん、 1.5 億円がかかった宝くじとかされてたじゃん。1000ドルが外れなんですよ。外れの、そう15万円が外れの。 1.5 億が 0.1% の価値で入ってる。この宝くじ300万が当たるようなパチンコをみんな座ってるみたいな。あとでけどプールでギャンブルできる。お水借りながらギャンブルできる。すごいんよ、この街は。いかにお金を落とさせるかっていう仕掛けがされている。そこを視聴者さんに学びになるように噛み砕いて説明してるから、こういう感じでね。結局、ハンバーガー1個食うだけでも学びになる。ラムゼー、すごいよな。ちなみに、発信力つけておくと、本当にいいよって話があって、僕もなんだけど、ブレインってプラットフォームで、一回、カード決済のトラブルがあって、出勤させませんみたいなのがあったの。その時に、顧問制度やるよって言って、1日で10人の顧問先が見つかって、3600万着金させたことがあるの。で、それで、全然セーフみたいなことがあったんだけど、経営者やってると、いつ何が起きるか分かんない。急に数千万数億単位のお金が必要になることなんだよ。でラムゼーさんも飲食店だからこういうさ繁華街に出してるわけよ。金融ショックとかがあった時にこんなとこ来ないじゃん、お金持ちで。一気に赤字になって負債を抱えたことがあったんだって。コロナとかもそう。うん、その時何したかっていうと、ラムゼーさん自身に影響力があったから助かった。何したかっていうと、俺今なら手空いてるからテレビ出演するよって言った。一本テレビ出るごとに5000万もらった。影響力ある料理人だから作ってほしいし勝利取れるから毎日出るじゃん。それで26店舗の赤字を一人で作った。なんかある時に向けて経営者は絶対に影響力がつけるといいし、今後自分でビジネスしたい事業やりたいって人は採用もローコストできるし、なんかあった時に助けてくれる仲間も出会えるし、商品も広告費なしで売れる。この力ってすごいでかいし、最悪本当に困った時に最後の取り手になるのが発信力影響力だったりするので、やっぱりねこのラムゼーさんの事例もあるけど発信力ってのは身につけた方がいいと思います。多分このラムゼーさんはテレビの一本出演5000万っていうのが結構切り取られてニュースになってるけど、他にもやばいってなった時にいろんな影響力があったからコラボ商品出させてくださいとか仕入れさせてくださいっていうので、いろんな収入があって耐えたって側面絶対にあるし、発信力さえあれば一生困らないっていうのは保証できるかなと思うんで、今後やりたい人はまずはね自分の内面磨かなきゃ話にならないんで、ゴミみたいな能力でそれを広めても結局さ料理の腕がなかったらその技は何にもできないわけじゃないですか。まずは自分の内面を磨いてくださいと。影響力とか外側に発信する力、小手先のテクニックだけ磨いても何の意味もないので、まずは中身を磨いてください。その上でどうやったら効率的に外に発信できるのかなっていうテクニック的なところだったりとか、今この世は資本主義っていう原則にのっとって動いてるので、それをどうやって攻略してるのかっていう技術的なところを学んでいく、ブランディングだったりとかそういうところをしっかり学んでいくと、どんな業種であっても自分のやりたいことを真の意味でね好きなことで生きていく、自分の広めたいことで生きていくってことが可能になってくるんじゃないかなと思います。ってことでゴードン・ラムゼイぜひ食べてみてもらえたらなと思います。本当に面白いよね、ゴードン・ラムゼイおもろいんで、気になった人は調べてもらえたらなと思います。ラムゼイについて別でポストしてもいいかなと思うんで、ラムゼイコラム読みたい人は見てもらえてもいいんじゃないかなと思います。まあブログでも貼っとこうかな、しかしてもおもろいよね。それではまた。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えてみんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あなんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかったので、いつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。